米司会者大谷に失望した。顔を真っ赤にして熱弁を繰り広げた大谷が6打数6安打3本塁打2盗塁10打点と大暴れした歴史的な1日にケチをつけたのは、ベースポーツ専門局 ESPN の番組ファーストテイクで司会を務めるクリス・ルッソ氏、マッドドッグ狂犬の異名通り過激な発言で知られる名物司会者だ。26日に同局公式 YouTube が公開した回の今週頭に来たことというコーナーで大谷に噛みついた。マーリンズ戦で大谷が球史で最高の試合をしたという考えについて、落ち着こうじゃないかと呼びかけた同志。彼はこの試合すでに50本塁打と50盗塁に到達していた。なぜ173の点差で野手が登板している9回に彼は打席に立ったんだ。173だぞと声を荒げた。ベッツやフリーマンといった主力がすでに交代していたのに、大谷を大差の場面で変えなかったことに不満のようだ。カメラに向かって、私はショックを受けたよ。全アメリカ人がこれをプロ野球史上最高の試合だと考えているようだが、いいや違うねと絶叫。他の出演者は顔を見合わせながら苦笑いを浮かべた。ルッソ氏は構わず、ヤスと対戦させたことが彼のパフォーマンスを 5-0 の偉業をヤスっぽくしたと主張。彼は偉大さを証明したが、余計なホームランを見る必要はなかったと嘆いた。また ESPN だよ、ヤスから打つのマナー違反なの？最強の敗戦処理ピッチャーやんけ。だったら最初から野手を投げさせれば誰も打てないのでは？粘って四球が一番ダメでホームラン打つのは早く終わるから OK。 でもわざと凡退はスポーツマンシップ違反やろ。ロバッツが変えるしかなかった。これには上原浩二さんも満足顔。一定にまんまと騙されてドヤ顔で記事出した ESPN さんやん。野手が投げてる時は投手を打席に立たせればフェアじゃね？そもそもなんで野手が投げてるんや？メジャーではよくあることなんか？勝手に野手出されてんのになんで手抜いて成績汚さなあかんねん。言うてじゃあ野手の投げる球なら簡単にスタンドインできるんかよって話。じゃあ試合通して野手に投げさせよう。じゃあ凡退しても成績に含めないルールにしてもらわないと。ご視聴ありがとうございました。